サターン V ロケットの F-1 ロケットエンジンイ -1 ロケットエンジンはアメリカ合衆国のロケット代理者が開発した大型ロケットエンジンである。アポロ計画のサターン V 型ロケットで使用され、イ -1 はその第一弾ロケット SIC に5き、搭載されていた。イ -1 は現在でも燃焼室が1機の液体燃料、ロケットエンジンとしては最も強力である。 海 1>, -1 ロケットエンジン詳細海 -1 の開発はもともとは1955年にアメリカ空軍から出された巨大ロケットエンジン開発に関する要求に応えるためのものとして出発した。計画段階では海 -1 の他に E-1 というロケットエンジンも研究されていて燃焼試験では良好な成績を示していたのだがより強力な 海マイナス1が実現したため開発が中止された。空軍は海マイナス1はあまりにも巨大すぎて使い道がないとして途中で計画を打ち切ったが新設された組織 NASA がその強大な水力の利用可能性を評価し開発を完了させるようロケット大印者と新たに契約した。1957年初頭には部品の一部を使用した最初の燃焼試験が行われ、 1959年3月には初めて完成型での試験が行われた。7年間にわたる開発期間中には燃焼の不安定性に起因する問題が何度も起こり、それはしばしば大事故にまで発展した。これらの問題は予想もしなかった時に突然発生するため、最初のうちは対策は父として進まなかった。 キ4 k h z の振動と 24kHz の高調波が確認された。技術者たちは最後の手段として稼働中の燃焼室の中で小さな爆発を発生させる手法を編み出した。これにより圧力変化に対し運転中のキャンバーの挙動と振動の無効化が正確に決められることとなった。また不規則な燃焼に対応するための様々な形式の 同心炎上のインジェクターを試験することが可能になった。これらの問題に1959年から1961年にかけて取り組んだ結果、最終的にエンジンの燃焼は極めて安定するようになり、人為的に不安定を誘導した場合でも1、10秒以内で減衰するようになった。カイマナス -1 ロケットエンジン使いス -1 は、それまでに実用化された。 液体燃料ロケットの中では、単体としては、最も強力なものであった。後に、ソビエトで開発されたより、強力な RD-170 は4機の燃焼室と、ノズルを束ねたものだった。解 -1 は RP-1 を燃料にし、酸化剤には液体酸素を用いる。燃料と酸化剤を燃焼室に送るために、ターボポンプが使用された。 エンジンの心臓部は燃焼室で燃料と酸化剤を混合して燃焼することで水力を生み出す。ドーム状の燃焼室の頂上部には水力をロケット本体に伝え飛行を制御するためのジンバル機構が設置されている。そのすぐ下にはマニホールドがあり燃料と酸化剤を霧状にして燃焼室に噴射するためのインジェクターがある。燃料はインジェクターに分割されたマニホールドから 供給される。燃焼室の壁の中には178本の細いチューブが埋め込まれていて、ロケットのノズルの上半分くらいまであり、燃料の一部をその中に通す再生冷却によって燃焼室を冷却している。ガスジェネレーターサイクルでは燃料と酸化剤を送るポンプの駆動にタービンが用いられる。燃料と酸化剤のポンプは分離されていてそれぞれ燃焼室へ供給する。 燃料と酸化剤の一部はガス発生器に送り込まれ、ここで発生した燃焼ガスでポンプと直結したタービンを駆動させる。タービンの出力は41メガワット、回転数は 5500rpm で、毎秒976リットルの燃料と1565リットルの液体酸素を燃焼室に供給する。タービン駆動ガスの温度は摂取816度、液体酸素の温度は マイナス摂取184度であるから、ターボポンプは、ちょうど1、摂取 00, 00度もの温度差にさらされることになる。タービンの軸受けの潤滑と冷却には、燃料のケロシンが使用される。サターン V 型ロケット第1弾 SIC に、設置されようとしている回マイナス1、エンジンエイドアーズ空軍基地での燃焼試験、燃焼室の下には、全長のおよそ半分を占めるノーズルがある。 ノズルは下に行くほど裾が広がり、膨張比は10、1から16、1である。またターボポンプを駆動した排気ガスは、熱交換器を通り、タービンガス排気管から、ノズルの中に噴射される。この排気ガスは燃焼ガスの3、摂氏200度にも達する高温からノズルを守るために、十分低温なので、ノズルの壁の表面に薄い膜を作り高温から、ノズルスカートを守る。 回マイナス1の水力は1機が679トンで、スペースシャトルのメインエンジン3機を合計したものよりも大きい。サターン V では5機のエンジンが2分半燃焼し、高度 68km、時速 9920km にまで到達させる。これを馬力に換算すると、およそ1億60000馬力になる。ロケット全体の燃料の消費率は、 毎秒12,710リットルで、長さ25メートル幅15メートル深さ1メートルの小学校のプールを約30秒で空にする能力を持っている。ロケットダイン車で E-1、回 1, -1 エンジンのポンプの設計に携わったエルネスト・エーラモントの手書きの計算書類が残されており、彼はロケットエンジンの製品はポンプの設計の可否にかかっていたと述べた。 アラバマ州ハンツビルの合衆国宇宙ロケットセンターに展示されている回 -1 回 -1 の推力や能力はアポロ計画後期の飛行でサターン V のペイロードを増加させる必要があったためにアポロ8号とアポロ17号の間でかなり向上したエンジンの性能はそれぞれの飛行の性格により若干の差はあったがアポロ15号を例にとるとであったが ロケットエンジンの水力は単純に数字だけで比較することはできない。アポロ15号の場合、実際に計測された水力は3544トンで、設計値よりも明らかに大きかった。ロケットダイン社は1960年代中にカイマイナス1の改造計画を行っていて、実際にそれはカイマイナス 1A となって実現した。イマイナス一 a は外見的には、 回マイナス1とほとんど変わらないが、軽量化された上に、水力は大幅に増強され、後期アポロ計画でサターン V に使用される予定だったが、アポロ計画そのものが中止されたため実際に飛行することはなかった。第1弾に8機の F マイナス1を使用するノバロケットの開発が提案されたこともあった。また回マイナス1を基礎にした。 新たな使い捨て型ロケット開発に関する提案も、1970年代から今日に至るまで数多く出されてきたが、いずれも研究段階から先に進むことはなかった。1980年代半ばに、ス -1 を搭載するジャービスが、ヒューズエアクラフトとボーイングと、アメリカ空軍、アメリカ航空宇宙局先進的打ち上げ、システム調査との共同で提案されたが、 実現しなかった。海 -1 の海面水力 6.7mN というのはソビート連邦の RD-170 エンジンが現れるまで液体燃料ロケットとしては世界で最も強力なものであった。RD-170 は外観的には4機のエンジンが集まっているように見えるが実際には1台のターボポンプで燃料と酸化剤を4機の燃焼室と ノズルに送り込むものである。全体を一気のエンジンとして見れば、かつて開発されたものの中では、最も強力な液体燃料ロケットであるが、ポンプから燃焼室、ノズルを一つのまとまりとして見てみれば、実際に飛行したものとしては、回マイナス1が依然として、世界で最も強力な液体燃料ロケットである。また、固体燃料ロケットも含めれば、 海面水力1400トンのスペースシャトルの固体燃料補助ロケットのようなさらに強力なものも存在する。プラットホイットニーロケットダインとダイネティックスはスペースシャトルの引退後の NASA の次の友人打ち上げ機用のアドバンスドブースターコンペティションにアポロ計画でのサターン V の一段目の動力である液体酸素 RP-1 を 推進剤とする回 -1 から派生した回 -1B を2機備える予定のピュリオスとして知られるブースターの設計を備えたスペースローンチシステムに参入した。2012年に低軌道へ150トン、130トンの SLS ブロック2を低軌道に投入可能で、さらに20トン投入可能な総発のペリオス、ブースターが SLS ブロック2用に選択された。 2013年に、回 -1 エンジンを元にした改良型である回 -1B エンジンは、効率が改善され、部品点数が減り、費用対効果が高まったと、報告された。それぞれの F-1B は、海面高度で、水力180万 LBF を生み出し、初期の F-1 エンジンの水力である155万 LBF を上回る。 a m a z o n .com の CEO であるジェフ・ベゾスは2012年3月に資材を投じて個人的な探査を行いサターン V ロケットの F-1 エンジン5機を大西洋の海底約4267メートルで発見したことを明らかにした。これらのエンジンは2013年3月には無人潜水艇を使って引き上げられた。その後、 修復と腐食防止作業が行われていたが、確認されたシリアルナンバーからアポロ11号で使われたイマイナス1エンジンであったことが確認された。このエンジンは修復作業が終了すると博物館に展示される予定であり、展示場所は NASA と調整の上で決められる予定。ありがとうございます。